どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回はゲームの回でございます。僕が昔やってたゲームを、えー、ちょっと喋るという、そんな感じの、えジ、ー、虹色音声でございますが、今回は子育てマイエンジェルというね、ゲームを、えー、やってたなということを思い出したので、え喋、ー、ろうかなと思います。やってましたね。とっても。はい。1996年に発売されて、プレステですね。 で、僕、多分、高校生の時だから、まあ、これが発売されてから、だいぶ経ってから、多分、やってるんですよ、手に入れて。で、まあ、何が面白かったって、その、ね、女の子、男の子もいたっけあ女、マイエンジェルだから、女の子でね。女の子が生まれて、まあ、自分が、こう、どうやって育てるかみたいな。どうやって育てるかっていうよりも、よ、結局はこれ、クイズなんですよね。<laughs> クイズゲーム。うん。そのクイズがね、楽しくて、 毎回、まあ、結構いろんな種類のいろんな分野のクイズが出るからで、まあ、たまにかぶるけどなかなか被らないからクイズも種類が多かったんですよ。それで、まあ、4択でね、えー、たまに3択もあったけどそういうのでね、あのーまあ、クイズを答えていくと。で、まあ、女の子がまず生まれて0歳で、まあ、クイズを答えれば答えるほど、えー、パラメーターだったり、えー、お金っていうのが、えー で女の子の性格が途中からこう真面目になるかお色気になるかオタクになるかわんぱくこれ多分初期なので4パターンしかないんですけれども多分ねそこから多分いろいろもっとマイ・エンジェルとかそういうの出たんですけど僕はこの初期しかやってないんですよねでまあある程度のイベントっていうか、まあ、小学生になったり中学生になったり高校生になったりって言ってまあそこから大学生、えー、働くみたいなだって25歳まで。 育てます結局は、えっ、ー、と、結婚相手を見つけて、その人と、えー、結婚するっていうところで、えー、このゲームはクリアなんですけども、まあとにかくクイズが面白すぎて <laughs>、めちゃくちゃやってました。うん。だからいろんなパターン、その女の子も別にどうでもいいんですよ。<laughs> 女の子がどうなろうと。どう成長しようが結構どうでもよくて、まあ、真面目に作,作ったっていうか、育てた、 ここもいたしもう全部見ましたね多分もうクイズがあのー、あれですよもう本当にエンタメ系のクイズもあり普通に歴史のねクイズがありもう問題ですねだからいろんな分野があったんでとても面白かったですはいやってたなと思って <laughs> 今回はそんな話でございましたなんかねまた改めてこれを思い出して話すとああやりたいなぁとは思いますけど一人でや,やるとねもうなんか寂しいんで <laughs> 誰かとこうねやれたらなあなんて思ってますけどまあ今ゲームはやってないのでねなかなかきっかけがないとあれですけども、えーまあ、僕のおすすめゲーム「子育てマイエンジェルハマってましたよ」という話でございました最後まで聞いてくれてありがとうございました西し音声今回はこの辺で終わりたいと思いますさようなら